えー、こんにちは。即賀塾の久保です。ちょっと恐ろしいことが起きてますね。あの、ロシアの大統領令が出まして、サハリン2のロシア側に無償譲渡ということがね、決まりそうです。これどういうことかっていうと、サハリン2っていうのは、液化天然ガスを、えー、ロシアからね、産出する事業だったんですけども、えー、シェルと三井物産と三菱商事などが参加していたんですよ。ぐーっと下の方を見ていただければと思いますけども、えー、このね、 サハリンエナジーっていうのは、ロシアの国営ガス、ガスプロムが約50%出資。え、イギリスシェルが27.5%。これはすでにもう撤退してます。で、日本勢が三井物産から12.5%、三菱商事から10%出資していたんですよ。そしてここから算出される液化天然ガス LNG の埋葬量1000万トンのうち、日本向けに600万トンが見込まれていたんですけども、これがね、投資だけ投資を差しといて、 こちらの600万トンがもらえないってことになっちゃうわけですよ。つまりは、投資が、まあ、そのままね、飛んだってことですよね。いや、こうなると、三井物産三井商事も、もう、手ひどい痛手をこもりますし、特別損失がかなり出ると思います。非常に厳しい状況ですよね。え、プラスですね、これから、液化天然ガスが日本に入ってきませんから、日本の総輸入量の約1割、これがね、なくなるわけなんで、え、電気代も、これから、 ちょっとね値上がりするということでマイナス要ンがまた出ちゃいますよね、うん、どうしますか、うん、さらに、えー、日本ではエネルギー価格が高騰して電気代も高くなるし電気を使って水とか食料っていうのを生成してますからそれから運搬物流ですよねこちらの方も高くなるでしょ電気代が高くなるとね何もかも値段上がりますからで私たちの賃金は別に上がりません,うんそういうことなんで今後ですね、えー、本当にに真剣に自分で 稼ぐってことを考えていかないと今まで以上にねもうこれねもう何もかも買えなくなっちゃう節約どころの騒ぎじゃなくって買うのを諦めるっていう人も出てきますようん、特にね電気代が高くなるわけですから、うん、太陽光とかってね我々期待してましたけども全く用をなさないわけですよあんなのものは中国が儲けただけなんですよね上海電力でしたっけまあ、大阪のどっかの知事がねなんか 当時は私たちも分からなかったんですけどもとんでもない契約をしてたわけですよね日本全国電た山林が荒らされて変な太陽光パネルがついて日本の美しい景観が損なわれてしかも電気は大して生成されないということですよもう全部ぶち壊しですよでこうなると残る選択肢は残念ながら、うん、原子力発電所の再稼働ってことになりますよで今でもね原子力発電所は稼働を停止してますけどもプロトニウムは 同じように動いてますからねつまりは電気を取り出すか取り出さないかの差ぐらいなんですよこの辺ねやっぱり私たちも関心を持って本当に原発0%依存なしで本当に良かったんだろうかっていう風に考えなくちゃいけないかもしれませんもちろんね原発にすごく危険があることはお互い共通認識ですよ しかし原発を止めて電気がないのもまた生命の危険ですさあどっちを取るかってことですよね電気代が高くなればままでにダメージがあー残りますもちろん原発の事故が起これ,ばこれもまた長い間我々を苦しめますよねでどっちの貧乏くじを引くかってことが今求められてるわけなんですよさあどうなるでしょうか